1682年にイタリアで作成された日本付近の地図でフリースの報告に基づいている。地図上でイソラディストテとあるのはエトルフ島。フリースは海部のためネムロ海峡を確認できず、クナシリ島はエゾ地と繋がっている。また、ソウヤ海峡及びマミヤ海峡も発見できなかったため、エゾ地とカラフトがアジア大陸の一部として記載されている。 マルチン・ゲルリッツ・エン・フリースは、オランダ、ハルリンゲン出身の地理学者、航海士、探検家。オランダ東インド会社所属。1643年、東インド総督、アントニオ・バンディメンの命を受け、中国北方にあると信じられていた、カタイア王国、及び、日本の東方沖にあるとされた、金銀島捜索のために結成された第二回、太平洋探検隊の司令官として、 カストリクム号に乗船、両船ブレスケンス号と共に、同年2月、バタビアを出港。5月に、暴走半島沖で、暴風雨に遭遇し、ブレスケンス号を見、失死なったが、単独で太平洋を北上し、カラフト東方沖の北緯48度54分まで、達した。その後、千島列島では、アイヌと交流し、エトロフ島島とウルプ島を発見。 それぞれスターテンラントとコンパニースラントと命名して、領土宣言をしている。8月15日、エゾチのアッケ市に寄港し、9月2日までの18日間滞在記録が、オランダ国立総合公文書館に保管されている。記録には、ノイアサックというエカ子の下で暮らすアイヌの生活と、下記に代表される、豊かな三海の幸に恵まれたアッケ市の自然が記され、湾内などを測量。 和人の交易船に遭遇、藩主出船、上場役、小山五兵に出会っている。ブレスケンス号は森岡藩領に上陸し、捕獲された。乗組員らは、しばらく後に釈放されたが、オランダの対応に対して幕府が満足せず、完全に解決を見たのは1650年になってからであった。日本近海における金銀島探索は、六百十二年のスペインの、 ビスカイの1639年のオランダのクワストとアベルタスマン以来3度目であるがヨーロッパ人による日本北方の航海はフリースが最初の例となる。また欧州からエゾ地、千島列島、カラフトにかけての沿岸の実測地図を制作しているが農務のために宗谷半島方面についての探索を断念したために宗谷海峡を発見できずエゾ地とカラフトを 同一の島と見誤っている。マルコ・ポーロが東方見軍録で伝えた、カタイのこと。本来は中国北部を指す故障だが、15から16世紀のヨーロッパにおいては、中国の北方に、それとは別にカタイが存在すると信じられていた。期待の項も参照。長住陽子役、脱端の東海岸、カタイや王国、アメリカの西海岸及び、 日本の東方にある金銀の豊かな島の探検に、向こう、フライト船カストリクム号、ヤハト船ブレスケンス号の船長、司令官、マールティン・ヘリッツ・ゾーンド・フリース及び、会議員一同に与える訓令、南部漂着機、南部サンタウラ漂着のオランダ船長、コルネリス・スハープの日記キリシタン文化研究会、キリシタン文化研究シリーズ9。 1974年9月25日105から124ページありがとうございます。